皆さんこんにちは。阪神タイガースが18年ぶりに悲願のリーグ優勝を決めました。関西の街が歓喜に包まれている中で、ふと気になることが一つあります。かつての低迷期に呪いなどと恐れられた道頓堀に沈んだカーネル・サンダース像は今どこで何をしているのでしょうか。そこで今回はカーネル・サンダース像の歓喜の裏で起こった悲劇と現在の様子を紹介していきます。まずはカーネル・サンダースのプロフィールから見ていきましょう。本名ハーランド・サンダース。カーネルは米ケンタッキー州の名誉称号。生年月日1890年9月9日。カーネル・サンダースは1930年にケンタッキー州にサンダースカフェを開設します。1952年以降にチェーン化し、世界600店舗を超えた1964年に経営の一線を退きました。1980年に90歳で死去しています。人形は同氏の60歳の頃がモデルとなっています。今から38年前、阪神が21年ぶりのリーグ優勝を決めた1985年10月16日ケンタッキーフライドチキン道頓堀店にあったカーネル・サンダース像を阪神ファンが担ぎ出し、騒動が始まりました。暴徒と化したファンは制止しようとする店員に暴行を加えて担ぎ出し、優勝に貢献した当時の主力打者のランディ・バースに似ていると胴上げし、そのまま近くを流れる道頓堀川に投げ込みました。また今回の優勝時も道頓堀付近にいたファンはマートンだとかブラゼルだとか言って、手当たり次第にその辺にいた外国人を胴上げしていたそうです。ちなみに当時近隣で営業していた食い倒れの店頭に飾られていた人形食い倒れ太郎も胴上げの標的にされましたが、当時の同社の営業部長が体を張って死守したそうです。沈んだカーネル像はそのまま行方不明になり、見つかることなく時が過ぎました。阪神はこの1985年は日本シリーズに勝って日本一になったものの、この事件の翌年から阪神は17年連続でリーグ優勝を逃しており、2001年までにリーグ最下位10回と長期低迷に陥りました。ファンはいつしかカーネルの呪いと呼びました。ようやく2003年と2005年にリーグ制覇しましたが、2005年の日本シリーズでは今なお語り継がれるほどの歴史的な惨敗で日本一は逃しています。2008年は最大 13.5 ゲーム差をひっくり返され、歴史的 V1 を喫しており、呪いがささやかれ続けました。発見されたのは歴史的 V1 の翌2009年3月10日でした。大阪市建設局が水辺整備事業の一環で川底を調査していた際に上半身が見つかり、カーネル像は24年ぶりに現世に帰ってきました。呪いが解けると町は大騒ぎになりました。しかし別段その後阪神が絶好調になったというわけでもなく、低迷こそしていないものの、その後もリーグ優勝には届かずにいました。また阪神は日本一前年、すなわちカーネル受難の前年の1984年にドラフト1位で競合した島田明宏をくじで引いたのを最後に、その後12回のドラフト1位指名選手の競合で当たりくじを一切引いていませんでした。しかし2012年度の会議において藤波晋太郎を引き当てたことで、このジンクスは途切れています。そしてくしくもその藤波はというと、現在メジャーで優勝争いを繰り広げています。これも何か因果があるのでしょうか。カーネル像は発見当初はヘドロだらけで体にもひびが入り、とても世間に見せられる状態ではありませんでした。引き上げた作業員たちはこれを最初は人間の死体と勘違いしましたが、すぐにカーネル像であることを確認しました。メガネや手首は外れてしまっていましたが、原型はとどめていました。翌3月11日にも潜水作業員が引き続き調査し、右手下半身が発見され引き上げられました。メガネ、両足首、左手は付近を入念に調査しましたが、発見の可能性が薄いと判断されたため作業は打ち切りとなりました。発見された像について2009年3月時点で他に行方不明の像はなく、外形、発見地点などの要素から当時に投げ込まれた像に間違いないと判断されました。修復の専門家、文化財保存支援機構に依頼し、ヘドロをきれいに落とす洗浄作業から欠けた部分を新たに補う作業を丁寧に行いました。修復にもこだわり、新品に戻すと24年の黒歴史が反映されないため、あえてアンティーク調にコーディネートされました。約3ヶ月かけて修復が完了しました。元来の所有権は道頓堀店にありましたが、すでに閉店しているため警備会社の金庫で保管され、住吉大社でお祓いを受けた後に2009年9月に帰ってきた姿が公開されました。1985年当時の阪神監督であった吉田芳雄氏は、人形が見つかったと聞き歴史が終わったなと感じたと語っています。
その後カーネルは甲子園にもやってきました。2012年から2013年までケンタッキー阪神甲子園店に展示し、ファンの聖地となっていました。そして KFC 本社社員からも実際に見たいとの声が集まり、当時東京本社があった恵比寿のオフィスに展示しました。反響は大きく、関西出身の来賓者の多くが写真撮ってもいいですかと満面の笑みになったといいます。その後は関西に戻り、現在は大阪市福島区にある関西オフィスに幸福の象徴として展示されています。幸福の象徴、それは24年ぶりに発見された時、体の一部は分裂してしまったり見つかりませんでしたが、顔だけ無傷で笑顔のまま帰ってきたことに由来しています。広報担当は24年間も眠り続け、奇跡的に生還したことは非常に幸運なこと、そのことを表現するため幸福の象徴として名付けましたと説明しました。発見後はケンタッキーが大々的に報道され、思わぬ宣伝効果も絶大でした。当時報道されたことで商品を多くの方に認知され、創業者の思いも伝わったと思います。この幸福の象徴は現在は一般には非公開となっています。今期のタイガースの独走部位を見れば、呪いを解いてくれたはずのカーネル像をファンが拝める機会はないのでしょうか。しかし現在は動かすのが怖いというほどに老朽化しているそうです。移動が難しく一般向け展示の予定はないと言いますが、担当者は私個人としては日本一になった際には壊れるのを覚悟でどこかに出してほしいという気持ちもあります。カーネルの呪いではなかったんだぞと。このカーネル像は発見された2009年3月に前年比で2割近くも我が社の売り上げをアップさせてくれたありがたい存在です。どこかで皆さんと優勝を一緒に喜びたいがもどかしいと話しています。今年は阪神がマジックを減らすにつれ、像に関する取材が殺到していたそうです。担当者は例年と比べて桁が違いますと注目度の高さを明かし、ファンの間で話題になることに。立像を思い出して KFC というブランドを思い起こしてくれているのはすごくありがたいと感謝しました。今年はバースさんが野球殿堂入りされた。カーネル立像にとっても阪神さんにとっても今年は特別な年なのかなと。再び日本一になれば一般公開する構想は浮上しているそうです。修復にあたった文化財保存機構の施設が山形県にあり、輸送も厳しいところですが、広報担当者はそれでもなんとかと手立てがないか算段しているそうです。人気者は変わらぬ笑顔で38年ぶりに地上でアレの瞬間を迎えました。悲願の日本一が叶えば再び甲子園に帰ってくるかもしれません。もう完全に演技物と化したカーネル像を投げ込むなど無礼な真似はもう絶対にしないと思うので、またファンと共に歓喜を味わってほしいものです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。